しみいただきたいと思います。さあ、それではご準備いただいておりますのは聖夜の皆さんです。栃木県からファミリーチーム聖夜の皆さん、結成20年の今年、栃木県が世界に誇る日光の魅力を伝えるべく、5年ぶりにこの北の大地に帰ってきました。待ってました。さあ、皆さんも叫べ日光とご唱和いただきまして、この作品を一緒に完成させてください。それでは聖夜の皆さん、お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。栃木県鹿沼市から参りました聖夜です。今作品のテーマは栃木県が世界に誇る日光、日光の自然の雄大な美しさと、その地に息づく歴史、そしてそれぞれの美しさが調和する姿を全身全霊で表現いたします。ここでお客様に一つお願いがあります。今話がありました通り、演舞途中叫べ日光というフレーズが4回入ります。私が叫べと言った後に日光と唱和してもらえると、この日光作品が完成いたします。1回だけちょっと練習したいと思います。私が叫べと言った後に日光と唱和して、うちは振ってくださいね。いきますよ、せーの。叫べ日光、叫べ日光、さあ
皆さんの演舞でした。大変ありがとうございました。さて続いてのチームをご紹介いたします。ご準備いただきますのは